一体どこから湧いてくるんだ。大崩壊の際、動ける船は全て脱出しました。ここまでたどり着き、力尽きたのでしょう。ここは墓場か。青くんはなぜ生き残るんだ。誰も知りません。方位127の侵入者に次ぐ青くんの領域に侵入している。目的を述べなければ女王陛下の命により攻撃する。こっちを見ないでください。答えたらどうです。我々は地球の者だ。青くんの助言を授かりに来た。ではこちらについてこい。少しでもおかしな素振りを見せたら敵対行為とみなす。ここが目的地のようだな。どうして目的地はいつも恐ろしいのでしょう。ほう、こいつらが謁見を求めている侵入者か。侵入したつもりはありません。領域内への立ち入りの是非を判断するのは女王陛下だ。しかし私はリーフに何が流れ着こうが本来は陛下の手を煩わせる必要はないと考えている。そういうことだ。ここには協力を求めに。ホールです。この者はフォールンを恐れています。彼らがここで使える理由が理解できないのでしょう。どうかお許しを。女王陛下、私はガーディアンです。地球から来ました。ブラックガーデンを探しています。なぜだ。暗黒の中枢を破壊するためです。あそこを戦場に変える気なのか。なんと短絡的な。知っているのですか。誰もが知っていることだ。入るのは難しいがな。では協力を。なぜ我々がそんなことをしなければならない。我が兄よ、少しこちらで助言をいただきたい。素晴らしい名案です。いいだろう。鍵を授けてもいい。必要なのはベックスゲートロードの首だ。ゲートロード、それはなぜベックスの首を。ああ、勘違いするな。奴の首が取れるとは思っていない。ブラックガーデンに入る唯一の方法というだけだ。必ず戻ります。金星で死んでも構わないぞ。クリプトアーキの独自回線から通信が入りました。イシュタルコレクティブは黄金時代の最も偉大な記憶の一部を集めてきた。その知識をフォールに渡すわけにはいかない。アーカイブを確保してくれればクリプトアーキは君に感謝するだろう。
アーカイブはアカデミーの瓦礫に埋もれています。他の惑星のようにフォールに奪われるのは時間の問題です。その前に見つけましょう。
やれやれ、すでにフォーレンがここまで来ていたようです。